ターミネーターは1984年のアメリカの SF アクション映画。監督はジェームズ・キャメロン、脚本はキャメロンとゲール・アンハードが務めた。主演のアーノルド・シュワルツェネッカーは2029年から1984年にタイムスリップしてサラ・コナーを殺すために送り込まれたサイボーグの暗殺者、ターミネーターを演じ、マイケル・ビーンはサラを守るために過去に送り込まれた兵士、 カイルリースを演じている。公開前の予想に反して、ターミネーターは2週間にわたって、米国の工業成績のトップに立ち、640万ドルの少ない制作費に対し、最終的に7830万ドルの工業収入を記録した。この映画の成功により、いくつかの続編、テレビシリーズ、コミック、小説、ビデオゲームなどのフランチャイズが生まれた。2008年、 ターミネーターは、米国議会図書館により、文化的、歴史的、美学的に重要な作品として、アメリカ国立フィルム登録簿に保存された。ロサンゼルスのとある施設内に、青い電光と共に筋骨たくましい男性が現れ、片っ端から服や銃を強奪する。サラコナーという名前と、ロサンゼルスという住所だけを頼りに、電話帳に載っている。 同性同盟の女性を順番に殺していく。一方、遅れて現れた別の若い男性も、今ここが1984年5月12日、木曜日のロサンゼルスであることを確認すると悪夢にうなされつつ、サラコナーを探し始める。最後のサラコナー宅に侵入したたくましい男性は、サラと同居する友人ジンジャーとそのボーイフレンドのマットを殺害し、 外出中の皿の顔と声の情報を入手。ついに彼女が街のディスコにいることを突き止め、現地へ乗り込み殺害を実行しようと銃口を向けるが、皿を追っていた若い男が、まあ、一発で阻止する。一緒に逃げるよう促され、事態が飲み込めず、怯えるサラに、男はリース軍曹と名乗り、襲撃者は超合金と人工皮膚でできたターミネーターであり、皿を殺害するために、 未来から送り込まれ、彼女が死ぬまで狙い続けること、カイルは彼女を守るために、未来から現代へやってきたこと、カイルを現代に送り込んだのは、サラのまだ見ぬ息子、ジョン・コナーであることなどを告げる。サラとカイルはパトカーを強奪したターミネーターに追われ、カーチェイスの末に、ターミネーターは損傷、サラとカイルは警察に捕まる。カイルは尋問を受け、 さらに説明したことと同様の内容やさらに詳細な歴史背景を録画カメラに向かい説明し、その録画をサラコナーも見る。数年後に核戦争が起き、人口が激減した核戦争後の世界で人工知能、スカイネットの知能が人類の予想を超えて上昇し人類を敵とみなすようになり、機械軍を使って数十年間人類を攻撃し、 人類は絶滅の危機を迎えた。しかし、抵抗軍指導者であるジョン・コナーの指揮下、反撃に転じ、2029年には人間側の勝利は目前に迫っていた。脅威を感じたスカイネットは男性の姿をしたターミネーター T-800、サイバーダインシステムモデル101を未来から現代へと送り込み、ジョンの母親となるサラ・コナーを殺害することで、ジョンを 歴史から抹消しようともくろんだ。ターミネーターに続いて、抵抗軍からも、自分カイルリースが、サラの護衛という使命を帯びて未来から1984年に送り込まれた。だが、未来のことを過去型で語るカイルの説明を誰も信じず、カイルは精神異常者だとみなされ交流され、サラの方は警察から防弾チョッキを与えられ、その夜は、 警察署内で保護されることになった。しかしターミネーターは警察署を正面から襲撃し、サラは再び真一発のところでカイルに救われる。逃避行の中でサラはカイルの話を信じ、心を開いていく。また、カイルもサラは未来ではジョンを育てた偉大な母として伝説になっていて、ジョンにサラの写真を見せられて以来死亡していったことを打ち明ける。 互いへの愛を抱いた二人は潜伏先のモーテルで結ばれた。宿泊したモーテルの場所を突き止めたターミネーターは、さらなる追撃を行う。オートバイに乗るターミネーターに追われ、満足な武器もなくて性の爆薬での応戦を余儀なくされ、銃弾を受けて傷つくカイルだったが、さらの手助けと励ましもあり、どうにか窮地を脱し、タンクローリーの隙間に爆薬を仕込んで爆破させ、 ターミネーターを炎上させることに成功する。しかし、燃えたのは、表面の生体組織と服だけだった。ターミネーターは炎上する車の残骸から、超合金製の骨格をあらわにした姿で立ち上がり、さらに追いかけてくる。さらと共に、近くの工場へ逃げ込んだカイルは、再び、ターミネーターと交戦するが、剣道なボディを持つターミネーターに全く歯が立たず、ターミネーターの攻撃に、 瀕死の重傷を負ってしまう。カイルは最後の爆薬を使ってターミネーターの爆破に成功したものの、自らも爆発に巻き込まれて命を落とし、サラも片足に重傷を負う。カイルの死を嘆くさらに上半身だけとなってもなお迫るターミネーター。サラはターミネーターをプレス機に誘導して、超合金製図骸骨を押し潰し、ついに完全停止させる。 数ヶ月後の11月10日、カイルとの子、ジョンを宿したサラは、やがて訪れる、審判の日へ向けての戦いを決意し、メキシコへ旅立つ。サラは、ジョンのために、音声で記録を残し、カイルのことも語った。ガソリンスタンドで少年から買った、ポラロイド写真は、未来の世界で、カイルがジョンからもらった写真である。アーノルド・シュワル・ツェネッカー、リンダ・ハミルトンとマイケル・ビーン。 QVHS 版吹き替えの初出は、アスキー映画株式会社より発売の VHS にて、新 VHS、DVD、BD 版吹き替えの初出は1998年2月25日、カルチュア・パブリッシャーズより発売の DVD にて、その後20世紀、ホックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン及び、ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメントより発売の、各種 VHS、DVD、 BD に収録されている。20世紀、Fox Home Entertainment Japan の吹き替えの帝王シリーズ第9弾として、上記の全4種類の吹き替え版を収録した、ブルーレイディスク、ターミネーター、日本語吹き替え完全版コレクターズ、ブルーレイボックスが2015年6月24日に発売。特典として、テレビ版吹き替え台本2冊とインタビュー集が付属している。 制作にまつわるエピソードとして、キャメロンが見た悪夢の話がある。前作、殺人魚、フライングキラーが失敗した際、キャメロンは評論家やマスコミにもひどくこきおろされたため、屈辱のあまり熱を出して寝込んでしまったという。その時、炎の中からロボットが現れて、自分を殺しに来るという悪夢を見たことが、本作を制作するきっかけとなったと語っている。 作中で審判の日とされているのは1997年8月29日であるがこの月日は当時アメリカと冷戦を激化させていたソ連による初の原爆実験に由来し映画公開の前年には第三次世界大戦が起きかねない監視システムのコンピュータが核ミサイル発射を誤報した事件も起きていた。キャメロンは本作は冷戦を意識していたことを述べている。 制作にあたり、キャメロンは、現代の技術では、殺人ロボットの実現は、不可能であるし、かといって、未来の話では、セットに費用がかかる上に観客にも受け入れがたいと、考え、その結果、未来の殺人ロボットが現代にやってくる、タイムトラベルのアイデアが浮かんだと語っている。主役の T-800 について、企画当初の予定では、続編。 ターミネーター2の T-1000 のような、一見すると貧弱そうな男が異様な強さを発揮するというキャラクターを構想していた。その候補にはランス・ヘンリクセンが上がっており、パイロット版も制作されていた。また、OJ シンプソンを T-800 役に配役する構想もあった。一方、俳優としてのキャリアが浅かったシュワルツェネッカーは、 セリフを多く喋りたいという理由や主役を演じたいという理由からカイルリース役を望んでいた。しかし、シュワルゼネカーと会食したキャメロンは、シュワルゼネカーから T-800 の設定についての良いアイデアを一時間も力説され、この役は彼こそふさわしいと確信して変更する。その結果、T-800 はシリーズを通して出演する名キャラクターとなった。なお、 自作、ターミネーター2からは、悪役から主役に立場が変化し、人間側として活躍するようになる。シュアルツェネッガーは、本作以前は、コナンザ・グレートのヒットもあって、全くの無名というわけではなかったものの、もともと、オーストリア出身でドイツなまりがある上に当時は、英語が得意ではなかったということもあってそれほど、人気の俳優ではなく、なかなか役に恵まれず苦労を重ねていた。 しかし、この英語の増えてさが人間に擬態した t-800 の非人間的な感じを出すには言葉が上舌であるよりも片言で喋る方が良いと考えていたキャメロンの目に留まることとなった。カイルを演じたマイケル・ビーンもオーディション当時は舞台劇の影響で南部なまりが強かったため不自然だということで落とされかけたが、エージェントによって南部出身者ではないと説明され、 危機を脱した。なお、主役を交代したヘンリクセンは本作でブコビッチ刑事を演じている。設定の一部について、1963年のテレビドラマアウターリミッツのハーラン・エリスンが脚本を担当した二つのエピソードから表説したものである、との訴えがエリスン側から起こされた。結局、キャメロンは80万ドルを支払い、ビデオ開講のエンドクレジットに、 アクナレッジメントツーザワークスをブハーラン・エリソンと追加することを条件に和解した。ガソリンスタンドにいた少年に嵐が来るよと言われたサラが、ええー、わかってるわと返すシーンは、機械との戦争が待つ未来を暗示させるものだが、これは制作人があらかじめ続編を意識していたことの現れともされている。もともとは破壊された T-800 のチップを、 技術者が回収するシーンに加え、最後の戦いを繰り広げた場所が、サイバーダイン社であったという、より強い伏線を張ったエンディングであったが、キャメロンの映画は説明しすぎず、観客の想像に任せた方がいいとの判断により、カットされた。本作は批評家から大絶賛されており、映画批評集積サイトの、ロッテントマトズには60件以上のレビューがある。批評家支持率は100%、 観客満足度は89%と高く評価されている。平均点は10点満点中8点となっており、インターネット総合評価では、非評価による過重スコアが100のうち84、観客によるスコアが10のうち7.5となっている。この他、3ソフトがライセンスを取得し、ファミリーコンピュータ、ニンテンドーエンターテイメントシステム向けアクションゲームを開発。 1989年に PV 映像を正式発表していたが、原作のストーリーに沿っていないことからライセンスが取り消された。このソフトはキャラクターや設定を変更し、翌年、ラフワールドとして世に出された。上記のほか、ダークホース社出版のエイディアン vs プレデター vs ターミネーターのコミックがある。ありがとうございます。